UH-60 でヘリボーンを実施する第101空挺師団。ヘリボーンはヘリコプターにより部隊を起動、展開させる戦術。固定翼機によるエアボーンと対比される概念であり、空中起動作戦や水陸両用作戦、特殊作戦など様々に活用され、今やヘリボーンを含まない陸上作戦はあり得ないと評される。計画にあたり、 戦術的に考慮するべき事項は下記の6点である。部隊はヘリコプターに登場した状態では本来の火力を発揮できず、また特に着陸の瞬間にはヘリコプターが回避軌道を取る余地が乏しくなるためヘリボーン戦術で最大の弱点となる。このことから事前の情報収集では任務地域にいる敵部隊の能力、位置に主眼が置かれる。 ベトナム戦争でのアメリカ軍は、不評部隊を輸送する強襲チームに先行して、まず観測ヘリコプターと攻撃ヘリコプターによる偵察チームによって、捜索活動を行っていた。またヘリコプターは、対空兵器に対して脆弱であるため、搭載地点から着陸地帯への移動ルートを選定する際には、敵の対空兵器や、電子戦兵器で攻撃されないことが重要となる。 このためには地形の活用が有効で、警告のような回廊地形は直接小銃に射撃から機体を守るためには有効だが、逆にヘリコプターの機動性を制限してしまうという欠点もある。理想的には山のような大きな地形を遮蔽物として使うことができ、しかも常に広々とした空域を通過して狭い地形を通ることがない方が良い。着陸地帯の選定には、 厳しい基準がある。まずヘリコプターが着陸するために平らで見通しが良い地形でなければならない。機体の規模にもよるが、外して機体そのもののために約35メートル、ローターのために50メートルの空間が必要になる。また垂直に降下することもできるが、数百メートルの着陸体があれば、さらに正確に接近することができ。 特に強風時には着陸隊の設定が望ましい。その一方で、航空機から降りた部隊が警戒陣地を設営できるよう、周辺には遮蔽物がある場所が望ましい。また降下した部隊が平坦業務などを行えるだけの広さも必要である。搭載計画は、作戦の平坦面に関わる問題であり、地上に展開する部隊が、 戦闘力を十二分に発揮できるように作成しなければならない。分隊や射撃チームは降下したらすぐに一体となって戦えるように必要な装備をすべて携行して同じ機体に登場する必要がある。一方、部隊指揮官たちは別々の機体に分乗して上調性を確保する方が望ましい。また、着陸順序としては最重要部隊。 装備が戦闘を切って、着陸地帯を確保することになる。ロケット弾を発射する六6 4攻撃ヘリコプター蒸気の通り、着陸の瞬間は、ヘリボーン部隊が最も脆弱になることから、火力支援が極めて重要となる。強襲用ヘリコプター自体も重武装し、また同行する攻撃ヘリコプターによる、火力支援も不可欠である。 ベトナム戦争でのアメリカ軍のヘリボーン戦術では、蒸気の偵察チームだけでなく、不評部隊を輸送する強襲チームにも、攻撃ヘリコプターが編入されていた。この場合、攻撃ヘリコプターの任務は、敵部隊の撃破ではなく短時間の制圧なので、大口径の機関砲よりは、ロケット弾のように瞬間最大火力の大きな、地域制圧型の兵器の方が適している。 ヘリコプターの攻撃体制として最も効果があるのは急降下中のロケット発射で機体が加速することでロケット弾の飛行性能と命中精度が向上する。また、友軍の砲兵や迫撃砲による支援射撃も行われるが、この場合、ヘリコプターの航路と砲兵の弾道が干渉しないように事前の計画が必要となり、また、着陸地帯そのものではなくその周辺部に 行われるのが通常である。さらにヘリボーンで展開する部隊自身もヘリコプターによって迫撃砲や火砲を輸送できるため効果展開がある。程度進行するとこれらによる火力支援も開始される。ベトナム戦争時のアメリカ軍は一定規模以上の空中機動作戦では必ず砲兵部隊を投入して火力支援を提供できるように措置していた。 UH-60 から降りて防御の態勢を取るアメリカ陸軍兵士 UH-1J からリペリング降下する陸上自衛隊第48普通科連隊の隊員ヘリコプターに登場する部隊はヘリコプターを降りたらどこへ向けても発砲できるよう態勢を整えなければならない。通常、着陸すると部隊は両側のドアから降りヘリコプターを中心として 作動中の回転翼のすぐ外側に武器を構えて腹ばいになりエンジン防御の体制をとる。部隊はこの体制のままでヘリコプターが上昇するのを待つことが多く、また夜間作戦などではさらに5分間そこで止まることで騒音、振動が激しいヘリコプター内部の環境から地上の環境に感覚を適応させることができる。また場合により、 ヘリコプターが着陸する代わりに、低空でホバリングし、リペリングや、ファストロープによって、降下展開することもある。先に降下、展開した部隊が、敵の射撃を受けたら、直ちに制圧射撃を開始し、着陸地帯から移動して敵への攻撃を試みる。着陸地帯の周辺に防衛境界線を構築し、その後の着陸が滞りなく、行われるようにする。 このようにして、着陸地帯を確保し、作戦部隊と装備が全て配置された後、地上作戦が開始される。空中機動作戦は、他の地上部隊と合流するのでない限り、作戦部隊の回収で集結することが多いため、着陸地帯の確保が重要となる。任務が長期間に及ぶ場合は、継続的に補給を受けられるよう。 部隊の移動ルート上に再補給用の着陸地帯を確保しなければならない。固定翼機によるエアボーンと比べるとヘリボーンは以下のような利点を持つ。一方以下のような欠点もある。朝鮮戦争で部隊を輸送する S-55 ナチスドイツはヘリコプターの実用化に熱心な国の一つであった。ハインリヒ・フォッケラの FW61 は 当局に強い印象を与え、航空省は、その拡大版の開発を要請した。同期よりに回りほど大型の二百2 2 3が、少数ながらも量産され、一部は、ミッテンバルトの山岳戦闘学校において、三方、弾薬の空輸などの実験に供された。ただし、実験が終了した1944年秋の時点で、すでに、ドイツ空軍は、 航空優勢を奪われており、同期の生産数が少なかったこともあって、実際の空輸作戦が行われることはなかった。一方、連合国もヘリコプターの開発を進めており、1944年春からは、イギリス軍が、ビルマの戦いで、シコルスキー R-4 を用いた、不祥兵構想を開始し、アメリカ軍もこれに続いた。対戦後もヘリコプターの技術、 戦術の開発が進められており、1947年12月、アメリカ海兵隊は、シコルスキー R-5 を装備する、実験飛行隊として第一海兵ヘリコプター飛行隊を編成した。シコルスキー R-5 の輸送力は、貧弱なものであったが、1948年5月の、上陸演習、オペレーションパッカード2においては、 航空母艦を母艦としたヘリボーンを実施してその有用性を立証した。これらは朝鮮戦争が勃発すると早速実戦に投入されることになり、1950年8月2日に富山に到着したアメリカ海兵隊の第6海兵観測飛行隊は固定翼機とともにシコルスキー R-5 を運用しており、直ちに作戦行動を開始して観測。 連絡や負傷者の構想に活躍した。また1951年9月2日に、富山に到着した第161海兵ヘリ輸送飛行隊は、より強力なシコルスキー S-55 を15機、装備しており、まず9月13日のウィンドミルアイ作戦で、試験的に1個大隊の補給物資を空輸した後、翌週のサミット作戦で、 史上初の本格的ヘリボーン作戦が実施された。これは一個中隊と所要物資を製工天である重要な尾根の頂上に空輸するというものであった。一方、アメリカ陸軍は大戦後に航空機のほぼすべてを空軍に引き渡しており、そして空軍は戦略爆撃を重視していたためにヘリコプターの運用、開発への関心が薄かったこともあって、 ヘリコプターの活用という点では、海兵隊の後人を排することになった。1950年代以降、陸軍は空軍任せにせず、自らの枠組み内で、ヘリコプターの開発、運用を進めていくようになり、1954年には、ジェームズ・ギャビン将軍が、騎兵は馬を意味するものではないと題する書籍を、出版し、空中騎兵というコンセプトを提示した。 また、イギリス軍も、1951年より、イギリス領マラヤでのタイゲリラ作戦において、コマンド部隊や、物資の輸送、空中偵察や連絡などに活用した。オーシャンから発信する、ホワールインド1954年、フランス領アルジェリアで、民族解放戦線及びその軍事部門としての、民族解放軍が組織され、独立戦争が始まった。同は、 国土の大部分をサハラ砂漠が占める乾燥した平原地帯だが北部では海岸と並行してアトラス山脈が走りまた南東部にもホガール山地などの山地高原が広がるというヘリコプターの特性を活かしやすい地勢であったこのためフランス軍はパイアセッキー H-21 やシコルスキー S-58 などのヘリコプターを 前例がないほど大量に投入し、アグーネンダの戦いに見られるように、ヘリボーン戦術を展開した。アルジェリア戦争では、本格的な武装ヘリコプターが登場した。下記の通り、部隊が降着する瞬間が最も脆弱になることから、この時に、火力支援を提供することで、単なる空中軌道にとどまらず、敵前での空中強襲作戦が可能となった。 また産地では民族解放軍が多数の洞窟陣地を構築していたことから SS-11 追戦車ミサイルを国産のアルエット2に搭載して実戦投入し対戦車ヘリコプターの講師ともなった。また1956年の第二次中東戦争ではイギリス海兵隊により史上初めてヘリーボーン戦術による水陸両用作戦が実施された。 11月6日、コマンドオボカン、オーシャン、シーシュースから発信した、ウェストランド・ホワールウィンド及びブリストルしかもアナド、ヘリコプター22機により、89分間で415名の海兵隊員及び23トンの物資が揚陸されて、ポートサイドを確保した。米ソの介入により、戦争目的そのものは達成されなかったものの、え、 リボーンの新しい可能性が示された。アメリカ海兵隊でも、朝鮮半島での実績に基づいて、ヘリコプター戦力の拡充を続けており、1958年3月には、上陸演習、ラントフィブ X-58 で、2隻の空母から1個、増強海兵連隊をヘリボーンに揚陸するという大規模な実験を成功させた。ベトナムで、 作戦中の米陸軍 UH-1D1960 年代初頭より、アメリカ合衆国は、南ベトナムを支援しての軍事介入を開始しており、1961年には、タイヤ石器 H-21 を装備する、陸軍第8.57輸送中隊がベトナムに、派遣されて、南ベトナム軍部隊を空輸してのヘリボーン作戦が、開始された。 その後も介入は順次に拡大されていき、1965年の陸軍の派遣開始とともに、10月には第一機兵士団がベトナムに到着した。同士団は空中機動士団に改編された直後であり、O-13 観測ヘリコプター約90機、UH-1 汎用ヘリコプター約290機、CH-47 輸送ヘリコプター約50機を、 装備しさらに CH-54 輸送ヘリコプターも臨時配属されていた。この莫大な空輸能力により、死弾独力で一度に4000名以上の兵員を空輸する能力があり、不評だけにとどまらず、機兵、砲兵、さらに支援部隊までもヘリボーン展開することができた。すなわち、史上初の空中起動可能な諸兵科連合部隊であった。 熱帯雨林での森林戦という機動力が大きく制約される作戦環境に対してヘリボーンは極めて有効であり特にタイゲリラ作戦として展開されていた作的撃滅作戦で重要な役割を担った。これは進出規模の共産軍部隊を捕捉するための戦法で各地に小兵力のパトロール隊を多数展開して 共産軍部隊と接触した場合には直ちに主力部隊をヘリボーンで展開させ、これを撃滅するというものであった。この作戦によってゲリラの優位性は大きく減災され、1967年は南ベトナム側がベトナム戦争に勝利を収めるチャンスがあった最初で最後の年と称された。その後、1968年のテト構成を転機として、 ベトナミゼーションが進む中で、1971年2月には、ホーチミンルートを遮断して、南ベトナム独力での戦争継続を支援するため、700機以上のヘリコプターを動員して、ラオス領内に50キロも進行するというラムソン719作戦が決行された。これは、ベトナム戦争で最大のヘリボーン作戦であったが、北ベトナム軍の反撃。 特に1000機もの大空兵器に直面して100機以上のヘリコプターを喪失し失敗した。アフガニスタンにて未マイナス8から展開する空挺軍兵士ソビエト連邦は1979年よりアフガニスタンへの関与を深めており同年12月より本格的な侵攻を開始した。当初抵抗はすぐに鎮圧されるものと想定されていたが実際には ムジャーヒディーンとの長い戦闘を強いられることになった。当時のソ連軍の装備、戦術体系は、北、大西洋条約機構との戦闘を想定したもので、そのままでは、タイゲリラ作戦に対応できなかったことから、試行錯誤が重ねられたが、特殊作戦、エアボーン、そして、ヘリボーンは特に有用性が認められた。フルンゼ軍事大学が編纂した戦例集では、 全ての輸送隊にヘリコプターの護衛をつけるべきであったが必ずしもそうすることはできなかったと評された。また1982年のフォークランド紛争では発端となったサウスジョージア侵攻の際アルゼンチン海兵隊はピューマ及びアルエット3によって上陸した。イギリス軍もヘリコプターを活用しており揚陸の際に使用した他にも フォークランド諸島の道路状況が極めて劣悪だったために上陸後の移動でもヘリボーンが多用されることになったただし当初派遣された機体だけでは足りず追加の機体を輸送してきたコンテナ船アトランティックコンベアーが撃沈されたことで特に CH-47 の不足に悩まされた砂漠の盾作戦中榴弾砲を輸送する第82空挺師団の UH-61 方、UH、報をベトナムから撤退したアメリカ陸軍は、欧州正面において、通常戦力で、ワルシャワ条約機構軍に対抗するため、体制の抜本的な見直しに着手した。まず1976年の野戦共犯 f m 1 0 0から後の改定では、積極防御の姿勢が盛り込まれ、敵の思考正面以外の戦線から部隊を抽出して、 敵の思考正面に再配置することが提唱されたが、この一環として、当対戦車ミサイルなどを装備した対戦車部隊をヘリボーンで空中起動させることが考慮されていた。そしてさらなる検討を経て、1982年に行われた再度改定の際に、新しい戦闘競技としてエアランドバトルが採択された。これは全面的に機動戦を施行して、 その名の通りに空地一体の立体作戦を展開するものであり、ヘリコプターなしには作戦行動が成立しないほど重要な役割を占めるに至った。その後、1989年のマルタ会談で東西冷戦の終結が宣言されたことで、エアランドバトルが主戦場として想定していた欧州正面で実行に移されることはなかったが、 1991年の湾岸戦争では基本的にこの協議に基づいて作戦が進められた。第18空挺軍団はかつてない規模のヘリボーン作戦を展開してイラク軍主力の後方を遮断するなど左フックの拳の先端はヘリボーン部隊が担っていた。上記の通りヘリボーンは特殊な訓練、装備を必要としないことが利点の一つだが 外して、エアボーンを想定した空挺部隊や水陸両用作戦を想定した海兵隊はヘリボーンにも適合しやすい。またその他にも特にヘリボーンを重視した編成を採用した部隊もある。またイーグルクロー作戦の失敗によって特殊作戦でのヘリボーンにはヘリコプターの乗員にも特殊な訓練が必要となることが意識されるようになり、 専門の飛行隊が組織されることもある。ありがとうございます。